今回はね、フリーフォールをプレイしたいと思います。マップはインスティンクトになります。はい、頑張るぞー。このインスティンクトだけまだ1になってないんでね。この間ね、29キルやって2位で、1位を逃してね、かなり悔しい思いしたんでね、今回、1位を取れるように頑張ってみたいと思います。今回は眉でバルニーナナ、オブシディアンコルトエリートで1位を目指したいと思います。お、こっからの方がいいんだよな、洞窟の。慎重に行ってみるか。おう、この洞窟の中結構リスポーンしてるんでね、これ。こう下とか結構キルできるんだよな、俺。下で結構キルしたんだよ。まあ上もいいんだけどね。さっきのスタート地点の洞窟。あ、ここが結構いいよ、ポン。よしよし、危ねえ。ダメか。フォアグリップつけてるんだけど跳ね上がるな。よしよし、お、またこっからのスタートっちゅうのがいいな。ここでいつも1位取ってるんだ。これにキルした方が。こっかな。9キルやってんのか。下の方がいいな、上よりは。ここ結構強いんでね、ここ。渡辺麻衣オンライン。結構並んでて面白いね。ここよりやっぱ下の方がいいな。ここの方がいいな。いるね。ちょっと撃ってしまうとは。よしよし、面白いな。ここ結構いいよ。ここディスポーになってこっから来るね。これ切り込まれな。リコマリナ、オンライン。渡辺麻衣オンライン。よしよし。並んでんだこれ。ちょっと小島マッコオンラインしようか。小島マッコオンライン。よしよし。
よしよしよし。ターレットは壊されたから、多分こっから来るっていうのがあるんだよな、これ。ちょっとこのマップ難しすぎるよろ。だよ。こっから来る。ああ並んでんな。ちょっと。難しいマップだな。しかしここ。やっぱここじゃないとダメだな。あと3キロだぞ。前4だ。ちょっと並んでんだこれ。しかしよしよし、あと2キロ。よしリーチ。はい、勝ちましたよ皆さん、コングラチュレーション。ようやくねインスティンクトで1位を取ることができました。あーやったぜ、やっとだ。このプレイヤーカードかっこいいね。これあのストレイフメダルは300回で暗録されるプレイヤーカードなんでね。あーようやくだ。今回は30キル19です。スコア2775でした。プレイヤーの皆さんありがとうございました。7分8秒でね試合が終了しました。あーようやくだ。かなり苦労したんでね、このマップは。1位を取るのに。ああ、疲れたぜ。ようやく肩の荷が下りたぜ。サプライドロップをね、オープンしたいと思います。オープン。何が出るかな？エリートお願いします。エリート、お願いします。エリート来たんだけど、これ持ってたと思うんだけど、センチネルオペレーター。起動救援物資ね。次のマッチ開始2分後に B 級物資低レベルスコアストリークが届く。 XMG ビア&プレッツプロフェッショナル、プレッツってものかなこれ、これを持ってるんだけどね、ああようやくじゃ。今回使った武器は眉腕アサルトライフルのバル27オブシディアンコルトエリートにアタッチメントはターゲットヤンサーフォアグリップ拡張マガジンセカンダリーウェポンはなしで、ワイルドカードはパークサングリードにメンガンファイター、パークはライトウェイト、ペリフェラル、タフネスにブラストサプレッサー、スコアストリークは UAV、機動救援物資、リモートターレットというカスタムでやっていきましょう。今回ね、デフォルトのね、インスティンクトでね、初の1位が取ることができて大満足してます。今回使ったバルニーナのオブシディアンコルトエリート、めちゃくちゃ強いんでね、これ威力が上がってるんで、もう一方のインフェルノは、連射速度が上がってて、このねオブシディアンコルトはね威力が上がってるんでね、あと射程も上がってたのかな。ちょっとでようやくねインスティンクトでもね1位が取れたんでね、プレイリストもね、あの先日ね DLC 第1弾ハボックの追加マップ4種類も全て1位取って、でこの間ライオット取って、で今回インスティンクトもね1位取れたんでね、もう全てね1位を取って全要するにあの完全制覇をね
しました。であと今 DLC 第2弾アセンダンスもね、第3弾 DLC が配信されると、で第2弾アセンダンスもね、通常のプレイリストに追加されるんでね、それもね、その4種類も1位取っていくんだけどね、 DLC 第2弾第3弾第4弾というね、あとそれぞれ4種類なんで3、4、12、あと12種類のマップでね1位取らないといけないんでね、結構大変なんでね、でも楽しみがまだあるんでね、楽しみが残ってるんで結構いいと思います。今後もねフリーフォールでいろんなマップいろんな武器でね1位を目指していきたいと思います。はい、今回はねバル27オブシディアンコルトエリートを使ってインスティンクトで初の1位を取ることができました。あとね、よろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。